マインフリンゲンの DC 界77低コストの DC 界77受信機 DC 界77の範囲 DC 界77は超波時報信号と周波数標準電波局である。その最初と予備の送信機はドイツのフランクフルト南東をおよそ 25km のマインフリンゲンに位置する。かつてはドイツ連邦の理工学研究所のファジンクリーッシュ。 テクニシャ・バンデスンスタウルトによって運営されていたが、現在は T ・システムズメディアブロードキャストが変わって運営している DC 界77は1959年から周波数標準局として運行し、時刻と日付情報は1973年に追加された。77.5kHz の搬送波信号はブラウンシュバイクにあるドイツのマスタークロックに 接続される原子時計から生成される5 0ットの比較的高出力でフランクフルトから約2 0 0 0トルまで信号はヨーロッパの大部分で受信が可能である。その信号は振幅変調、パルス幅高度化された1ビット毎秒のデータ信号として伝わる。このデータ信号は長さ511ビットの疑似ランダムシーケンス変調を使っているキャリアの上へ 位相変調される。送信データは、下記の情報を毎分を繰り返す、2003年よりタイムコードで、それまで未使用の14ビットが民間防衛緊急信号のために使われた。これは実験的なサービスで、ドイツの民間防衛サイレンのネットワークと置き換わる。日が来ることを目としている。コールサイン DC 解77は、D イコールドイチランと C イコールロング、ベーブシグナル。 F イコールフランクフルト77イコール周波数 77.5kHz を意味する。それはモールス信号で必要に応じて ITU 国際電気電信条約付属無線通信規則の第19条に要求され1時間ごとに3回送信された。しかしモールス式の信号が第2の目印の信号体雑音比を低下させることが判明し、 いずれにしても DC 界77信号がその周知の特性のために国際的に容易に識別されたのでこの観光は2004年に中止された。電波時計は80年代後期頃からヨーロッパで非常に好まれ多くの時計が時間を自動的に設定するために DC 界77信号を使う。ありがとうございます。